はい、心を歌う旅人木村誠です。本日は、和歌山県本宮町かなに来ております。熊野大社の大鳥居の前で、熊野本宮大社の大鳥居前で、動画を回しております。こちらの鳥居が、日本で一番大きな大鳥居でして、33.9 メートルあるそうです。日本一番大きな鳥居です。それでですね、和歌山県ということで、和歌山県出身のアーティストを調べましたところ、シャランキューの畑さんが、和歌山県出身ということで、選曲しました。令和にも残したい平成の歌、行ってみましょう。バスの時間が迫ってるんです。こちら。虹がかかった一人になった、どんなに泣いても俺は俺だった。旅の途中で嘘をついたら知らぬ間に人傷つけると知った。あんなに誓った立たないような、俺でも必要なんだと言ってくれた。嫌な思いから逃げ出したなら、いつかでどこ、いつかどこかでツケが来ると思った。突然降り出した雨のような恋、やむ忘れて夢中で愛した。生まれた時から一人なんだけど、忘れてゆくんだいろんな恋。めっちゃいい歌だこれ。誰もが孤独と分かっていながら、気づかぬふりして歩いてゆくんだ。ごめんよ、ごめんよ。
令和にも残したい平成の歌、シャランキュー、和歌山県出身の畑さんの所属しているグループ、シャランキューパワーソングという曲をお送りいたしました。パワーソング、めっちゃいい歌、これもやばい、泣きそうになっちゃったよ。いい歌でした。チャンネル登録よろしくお願いします。間に合ったバス。